北川村のハンドクリームいかがですか。かわいい、ポーチに入ってても上がります。しっとりスッと入っていく感じでベタベタしなくていいです。はい、北川村のユーサイダーとかこのハンドクリームとかを買ってもらって北川村を知ってもらうきっかけになったらいいなと思います。やっぱり柚子なくシア村の振興は果たせないと思うので、パッケージのデザイン作りだとか、あるいはポップ作り、いよいよ子どもたちが北川のために貢献をしようという気持ちがやっぱり見えてきました。生徒さんはじめ学校の関係者、教育委員会の方々、役場の方々、ウェルシアグループの方々の、やっぱ村を元気にしていこうよ、ユーズをもっとみんなに知ってもらおうよというところが一つになっていたので、環境であったりとかサステナブルな活動についても全力で取り組んでいきたいと思っております。